どうするここの唐揚げ結構でかいけど、二皿いけるいや、唐揚げは一皿でいいが。勇者よ、そろそろ仲間を探した方が良くないか。いや、わかってる。ただ、まず食べて飲まんと店に悪いって。店に悪いそうやって、ある程度お金落としてからじゃないと。ただ仲間を探しに来たんですかって、なるよ。いや、ただ仲間を探しに来たんだろう。いや、そうやけど。それは俺らの都合であって、店は関係ないからな。 そうなのかえ、何お前ここ、相席居酒屋みたいな感じやと思ってる違うで。ただ、なんか、そういう人が集まるよってだけやで。そうだったのか。そうやんか、そら。だから、とりあえず、頼もう。わかった。じゃあ、えー、唐揚げと、焼き鳥の盛り合わせと、よだれ鶏のポン酢のやつでいこうか。鳥ばっかりだな。あとなんか、すぐ出てくるやつ欲しいよな。えっと、鳥刺しでいい もう鳥はいいよ。じゃあ何にするいやもう、ポテサラでいいよ。いや、ポテサラかないや、ここそんな時間かけるとこじゃないから。食べて早く仲間を探そう。わかったわかった。勇者よ。パーティーに入れる仲間の職業はもう決めてるのかああ、それなんだよな。ちょっと待ってな。やっぱり、よだれ鳥やめて鳥刺しにしていいもうそれは何でもいいよ。